はい、皆さんこんにちは、かさこでございます。今日はなんとですね、プロボクシングのトレーナーにボクシングを習おうということで、日本チャンピオンも育てたといういとこですということで、ちょっと初めてやるんですけど、どうやったらいいでしょうか。まず足を肩幅に開いて、足肩幅、はい、はい、左と内利き、右利き、ね、じゃあ左足を前に、はい、で、脇を締めながら、脇を締め、ここを締めて、はい、ちょっと手を前に出して、はい、俺がこうやったら左手でジャブを、はい、左手で、はい、はめたら、はい、うん、もっとボールをポンと放り投げる、伸び上がらないよ。あ、伸び上がらないよ。ちょっと肩を引く感じ、はい、そう、こっちの肩を引く感じで、こっちの肩を出す感じ、はい、はい、じゃあ、はい、こっちの手を上げて、ちゃんと脇を締める、はい、そうで、あんまり近いとパンチ食らった時に自分の腰が当たるから、もっと前に出す。あ、なるほど。締める、締める、締める、ジャブ、はい、はい、ジャブ、ワン、ツーって言ったら左、右、はい、はい、ワン、ツー、バン、バン、はい、ジャブ、バン、ジャブ、はい、ランダムにいきます、ジャブ、はい、ワン、ツー、はい、難しい、難しい、難しい、ありがとうございます。